来ちゃった、ピクミン3の世界来ちゃった。ピクミン3デラックスということで、ピクミン3のこれリメイク版なのかな、確かなんか任天堂の Wii U で、3の、で、そうだよね、確か Wii U じゃなかったっけ。今回私、うなちゃんはピクミン3をスイッチでやってるんだけど、画質めちゃくちゃ綺麗だね。前回2と1、まあ、連続でやってたんですけど、はい、3はこんな画質が綺麗です。水が透明だね。だって今ピクミン飛んでたんだけど、空飛ぶピクミンがいるみたい。羽ピクミンっていうのかな？っていう子がいるみたいなので、楽しみだし、あと岩ピクミンっていう、また新種のピクミンがいるみたいなので、はい。楽しみです。頑張りましょう。お、すごいよ。見て。ストーリーと、サイドストーリーっていうのがある。あと、ビンゴバトル。なんだろう、これ。友達とやりようかな。ミッション。なんか、いっぱい遊ぶのがあるけど、今回はストーリーを、やっていこうか。ストーリー。トリプレイ。そっか。ピクミン3から、友達とできるようになったんだね。歯応えのあるピクミン上級者。初めての人もシリーズのファンもまずはこの難易度がおすすめ。どうしよう。ピクミン上級者って言われたら俺ピクミン上級者かもしれない。でもまずはこの難易度がおすすめ。普通にしとこっか。2周目とかで多分難しくするんだろうな。最初はね、ストーリーが。ストーリーがもう更新されている。コパイ。Due to a booming population, booming appetites, and a basic lack of planning, コパイが滅びそうなんだって。要約すると。Their only hope is to find another planet. そこで彼ら食料のある星を探すため。Accordingly, they send unmanned scout vessels called Sparrows out into space.餓死しちゃうんだ、食料がなくて。だが成果は上がらなかった。大丈夫か。 Just as they're about to give up, なんか地球もさ、こうやってご飯なくなってそのうち宇宙に行くんだろう。我々 あら、見つけた。おー、いい惑星見つけてるぞ。あっちの惑星からしたらさ、宇宙人だよ、あの我々。おっと、3人の専門家が収集されて言われてます。今回オリマーとルーイと社長を前に使ってたんだけど、もうそれですらなくなるんです。279,000光年。おじいちゃんになっちゃうんですよね。三ツ矢サイダーのみたいな。あら、どうして着陸できなかったっぽい。あ、みんなお星様になっちゃった。うわ、壮大ピクミン3 デラックス、壮大じゃない。画質が良くなりすぎている。探索1日目8時44分。チャーリーか。今回の主役はチャーリーっていうらしいよ。何か聞こえるな。どうした？あ、黄色。チャーリー。君がチャーリーか。ちょっとダンディーだね。男らしいキャラクターだ。ピクミンの世界にはちょっとね、珍しいぐらいの。ちょっと社長に似てない？ここはどこだ？そうか。惑星 PNF404 か。さっきの地球みたいなとこだね。続いてんのかな ?1 と3も。どうなんだろう。こちらチャーリー応答せよ。こちらチャーリー応答せよ。ダメだ。ダメだ、応答がない。俺がダメだって言う前から、ダメだって言ってた。なんか、なりきっちゃってる。キャプテンチャーリー。隊員たちは無事だろうか。あ、リーダーなんだ、やっぱ。主人公ってこと？
俺がキャプテンチャーリーになるっぽい。なんかキーピクミンいるよね。おい、声はかけれないし、ホイッスルもいけませんね。ちょっと移動してみよう。なるほど。あ、なんだあいつは。またいた。かわいい。あ、キノコだ。この惑星のキノコは巨大だな。そうだよね、食料ないからさ。うわー、大量ファイル。ひょっとしてここは奴らの縄張りか。なんか攻撃してこなきゃいいけどって最初思うけど近づいてきた。笛を吹く。従いました。チャーリーは怖がってます。おお、こうやって操作を覚えていくんだな。どうやら敵意はないようだな。ん？待てよ。B で読み集めて A で投げるということか。なんか初心者用にさ、これ教えてもらってんだね。初めての時ってさ、わかんないじゃん。1と2俺やってたからさ、まだみんなもわかると思うけど、見てる人だから。何もやったことない人って、こういうのないと、ピクミンってどんなゲームなんだろう。操作もわかんないままやらされちゃうから。まあ、ここはもう初心者みたいにね、やっていこうね。うりうり。とりあえず、壊せばいいのかな。おぉ。キノコ壊してる間にさ、後ろにもいたビクミンたちを、全部呼ぼう。地上に30匹いるみたい。全部で。もういないかな、こっちには。オッケーオッケー、5匹じゃ連れていこう。ピクミンは走るの早くない？あとなんかね、操作がね、ヌメヌメしてる。なんか、前より良くなってる。1と2をやってきた俺からしたら結構ありがたいですね。周囲を見る、オッケー。あ、なんだこれ。なんだこれ。硬くて壊せないって言われちゃった。もしかしたら違うピクミン使うのかな？巨大なキノコ。体力がありますけど。よし。よくやった。あ、こっちにも。全部。せっかくやから全部。壊しとこう。洞窟もありますね。なんだなんだ。ちょっとお水飲みます。三ツ矢サイダー飲みます。一応ね、スキップはできるみたいだよ。まあ、俺は一応見よう。何もない、この道。意味がない。なんかいるね。敵さん、これ食べてくるかな。おぉ。いけいけいけ。被害は加えてこないかもね。なんだなんだなんだ。なんだ。あ、どうした。いや、危ないだろ。チャーリー、これで終わりか？アルフ落下地帯、終わっちゃった。チャーリー。なるほど。これ、新しいな。ドラゴンクエストスタイルだな。ドラゴンクエスト6だっけ？と同じスタイルだ、これ。いろんな主人公の目線をやって、最終的にみんなが、合流して、みたいな。ちょっと、新しいタイプの、オープニングだね。ドラクエ6をしてないと。わかんないんですけど。あ、6じゃないか。4か。4だったな。何度か生きてるみたいだ。これがアルフか。青いってことは、ルーイの子供とかそういうわけでもないんかね。僕の名前はアルフ。宇宙船ドレイク号のエンジニアだ。着陸を目前にした操縦不能になり、脱出せざるを得なかった。他の人ら無事だろうか。ドレイク号はどこに？かわいい。ちょっとお茶目。あ、君は、赤ピクミン？うわぁ、かわいい。逃げてった。同じ話だ。赤ピクミン。
赤ピクミンか。一番最初が赤ピクミンだと思ってた。何やってんの？あ、もしかしてこれオニオンが引っかかっちゃってるのかな。取ってあげるか。ちょっとピクミン。ロックオン。あ、ロックオンできますよ、今回。簡単になってる。ロックオン機能なんてできるようになったんだ。これオニオンじゃない？気持ち悪い。触手。どうやらこれは食料資源じゃないみたいだな。でもなんだか喜んでもらえたようだ。あ、いけない。はぐれた二人を探してんだった。ZLで正面を見て R で周囲を見渡す。あ、そういうことか。使えはしないか。まだこのオニオンは使えない。ちょっと待って、うちの猫が走り回ってる。何してんの？うちの猫がね、俺がピクミンやり始めると毎回ね、暴れ回ってるのですよ。なんだこれ？Gパッド。あ、やっぱり任天堂 Wii U とデラックスだからさ。そっか、スイッチ版なんだ、俺。届くか、これ。え？大丈夫？届きはしない。あれ、欲しいな。登れそうにないなーって言ってる。あ！これじゃない？これみんなで運ぶんじゃない？あれ！もう一匹いた。君もじゃあお願いしていいですか？ありがとう。え、何？橋にしてくれてるよ、みんな。ほら。ほら。何も言ってないのに、みんな自発的にね、橋を作ってくれる、ここ、行き来して。頑張れ！かわいい！頑張って！みんな自発的だ。で、猫ちゃん走り回ってるっていうね。大丈夫かい？ピクミンがやってる最中。なんでいつも走り回るんだろう。ピクミン一応ピクピクニンジンから取ってピクミンってらしいよ。頑張れ。あ、もういいよ。もう土ないよ、何も。おーい。もういいよ。てか、なんで一匹あそこ隠れてたんだろうな。お、お橋ができた。あー、奥で2匹、3匹いっちゃってる、いっちゃってる。おーい。おーい。もう大丈夫よ。そしたら、あれを取るのかな。かわいい。先に投げたピクミンが見てる。ちょっと似てるね、アルフと。あ、これアルフの端末か、もしかして。マップだ。さすがは過酷な落下試験をバズした国会製の通信だもんか。Gパッドの画面をスクロールさせて、あたりを確認してみよう。でもこれは、ニンテンドースイッチだから。あ、ドリンク庫発見した。そっか、Wii U 用になってるのか、一応。そっかそっか。まあそこに多分チャーリーがいると思うから。あれ、ドレイク号ってそういえばあったっけ？チャーリーはまた別のとこか。よーし。あ！お花発見したよ。ピグミ増やすか。あー、びっくり。うわ、メスだ、メス。これメスだから多分大丈夫。攻撃してこない。待って。ウジムシは待って。ミヤ、そっちへ。早いって。早い。頑張ってる、みんな。でもありがたいね、こうやってね、ピクミン増やして。君たち、僕が責任持って倒すよ。ミスは攻撃してこないからね。なんでいるのかがわかんない。ただ気持ち悪いだけ。ただ、ちょっと可愛くなってないか？見た目が。見た目がちょっと可愛くなってる気がする。ふい。はい、倒したよ、4匹。
よし。ありがとう、増やしてくれて。引き抜こうか。あ、生まれた。生まれた。ポン。なるほど、こうして彼らは繁殖するのか。不思議な生き物だな。全部抜こうか。全部で12体か。オッケーオッケー、もうちょい増やせそうだね。できれば最初の方にいっぱい増やして、多分今回食料なんて言ってるからご飯が必要なんよな。これ20匹か。ちょっとピクミンを増やさないとあの箱にはたどり着けそうにないので。はい、頑張れ。君たちも一個ずつ運んでください。はいはい、これで終わりか。あと一個これか。はい、いらっしゃい。頑張れ。誰が一番だ誰が一番だ。お、一番最初の赤いのが先頭です。ペースは一緒ですね。重い方が遅いと思ったんだ。よーし、これで20匹になるんじゃないか。いや、なった。21。よし、21匹。これで、さっきの箱は、潰すことができるので、先に進めるね。よし。行こう。一気に20匹になったわ。キービグミンも20匹いた気がするから。チャーリー入れると40匹か。キャラクターの名前覚えるの多いの。え、乗るかなこれ。ちょっと高くない？あ、乗るんじゃないんだ。乗るんじゃないんだ。え、なんか突撃してくれた。突撃してくれた。一匹だけ残されたけど。押すやつなんだね。え？なんこれ、 YouTube の盾みたいなの出てきた。銀の盾みたいなの出てきた。手術は？メモリーだって。ピクミンの生態。そうそう、ふう。あ、キャプテン、今ピクミンって把握したの。手術は？これさ、お話さ、ピクミン1と2はさ、繋がってるのかな？あの3と。ピクミンって存在知らないぞ、この人たち。でもさ、オリーマーとかさ、息子とかいたよね。息子と娘いたんだよ、オリーマーに。最初息子かなとか思ってたんだけど、全く関係ないんか。だって、息子だったらオリーマーの話聞くじゃん。聞いてるじゃん。ピクミンっていう生物がいるんだよって。聞いてるはずじゃん。あ。またなんかある。お、スパー。お、潰しとく。じゃあ何のために聞いてるんだろう、この子達。別に壊す必要もないと思うけど、なんかね、出てくればいいんだけど。このキノコは何の意味があるのか。お、そり立つ壁や。これ壊せるのかな。X の突撃で一気にって言われた。さっきのやつだ。突撃。イエイ。ボロボロに壊れてる。でも壁の壊れ方がさ、今までだんだん下に下がってる感じだったけどさ、なんかボロボロになって、リアルになってる。なんか1と2とちょっと違うね。画質がいいってのが少し怖い、不気味だわ。1と2ですらちょっと不気味だなと思ったな、このゲーム。あ、ドレイク号を発見しまして。こんなでかい船で来たのか。まあ、そりゃそうです。3人で来るもんな。あ、多分食材を持って帰ろうとしたんだろうな。餓死しちゃうから。アルフどうする？ん？三ツ矢サイダーなくなっちゃった。誰だ？
あ、女の子だ。ブリトニー。ブリトニー出てきた。ブリトニーっぽくない顔してるけど。よかった。ブレイク号はそっちにあるとね。フリボッチなのか。私はなんとか大丈夫。でも抜け出せないところにいるの。それにお腹、あ、あ、電波が。いや、無事なのかな無事だったけど、今やばかったんじゃないか、電波が。お腹ってやつがお腹空いたんじゃない？なんだなんだ、鳴き声が聞こえる。なんだ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 。なんだなんだなんだ、敵か。一旦離れる。え、ブリトニー置いてっていい？ちょっとブリトニーお腹空いてんじゃないの？いいの？そんなことして。なんか、なんか、白状だね。チャーリーのことは忘れてるしね。この子は無事だったけど、アルフは無事だったけどさ、ブリトニーはさ、ガシ、お腹空いちゃってるし、チャーリーなんてね、中に襲われてたからね。懐かしい、この子。懐かしい。ユーミンを数える時の音じゃないですか。あ、なんじゃ、こりゃ。惑星に不時着した衝撃でほとんどの食料がダメになってしまっている。おっぱい星から持ってきた食料も無事だったのはこの3日分だけど。これがご飯か。あ、1個なくなった。ってことは、あ、食料を探すってこと？え、持って帰る食材は必要？あれはわかんない。まずこのゲーム自体が食事を求めにこのワールドに来てるわけで、あれかな、種とか持って帰って、おっぱい製で育てて、なんかガシを、ね、あの、飢餓な世界をちゃんと戻そう、この世界をご飯で埋めようみたいな。なんか、一応そういう体なんだろうな。ただ、その、現地調達してご飯を増やしていかないと、まず自分たちの食材なくなっちゃうから、ごめんね、ちょっと周り行くとき難しくて。子供たちにはちょっと早いかな。食料資源を求めてやってきた星で、僕たち3人は遭難してしまった。ピクミンという生き物のおかげでドレイクを発見できたが、ワープドライブギーを紛失していた。幸いブリトニーさんと連絡が取れたので、明日は彼女の推薦をすることにしよう。驚いたことにドレイク号を空へ飛ばすと、彼らの母体オニオンが一瞬吹き立った。ちゃんと日記つけて、明日はブリトニーを探すのか。チャーリーはいいんだね。とりあえずブリトニー心配だな。お腹空いてるでしょ。アルフ一人で3人分食べちゃった。それでも3人がいたら食材3個一気にパッてなくなるんだ。再会の花園、次のステージかな。え、なんかすごい綺麗。あ、ブリトニー。ここにいるブリトニー、探しに行こっか。ブリちゃん。ブリトニーのブリちゃん。再会の花園、ブリトニーはどこへ？なんか前、なんかね、タイトルみたいなついてた。サブタイトルみたいな。よし、ピクミン増やしつつ、食材集めつつ、ブリトニーを探しましょう、今日は。さあ、今回も時間制限があるんですね。よし、ピクミンを。ピクミンを出します、全部。全員行こう。全員行こう。多分最初の方はね、敵になるやつがいないから。そんな失わないでしょ、ピクミン。大事に。大事にしよう。いいんだ。ピクミンインフォメーション。何これ、何これ。ピクミンのインフォメーション。これ壊しといてください。よし、暇な人は、あ、チョッピーはいる。ちょっと待って、コチョッピー、これ潰した。やれることどんどんやっていこう。
ぜひお願いします。余った人もこれお願いします。オッケー、ピクミン増やしつつ瓦とかやりつつ全部並行作業でやっていく。今まで俺がピクミン1、2で携えたの全てやっていく。ナイスナイス、抜くのいいね。早い、抜くの。これはなんだ、倒せないよ、このガラス。これなんだ、どうする。あ、待機もできるね。なるほど。ちょっと1と2とは用途が変わってきている。あ、なんだ？あ、突撃を教えてくれた。だがしかし俺はもうわかる。いえ、この壁の奥にも橋がある。あー、でっかいチャッピーいる。あれがチャッピーだ。でっかいチャッピーだ。あ、ダメ。あ、卵、ちょっと。卵をさ、みんなでさ、吸おう。エリートピクミンしよう。あー、待って、一人で吸わないで。もう。あれ残ってない、もう一個。あれ、あ、一人だけなんか、先駆けしたくせに。残ってんじゃん。お、すごい。あ、でも、いいね。鼻になった。よかった。鼻になって、だ。鼻になって。え、これも突撃して水の中に落ちちゃうのが怖いな。気をつけて。結構遠くまで行くね、突撃が。気をつけないとね。よし、よし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 、抜いていこう。オッケー。あ、戻っちゃった。オッケーオッケー、もういいよ。ありがとう。そしたら、32匹で、あやつを、狙おうか。倒そうか。背後から狙うという。背後から行きます。うる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 。あ、結構早めに倒せる。あ、すごい、強い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 。結構早めに倒せる。よし、突撃だ。いけ。余ったピクミンだじゃん。よし、容量よく行こう。ピンチになったら隠れ場に入り、隠れてチャンスを伺える。隠れても大丈夫なんだ。へぇー。あそこはキーピクミンがいない。多分電気だよね。なんか電気の見た目も変わってね。前作がさ、縦にビリビリしてたね。いろいろ変わった。あの子たちが頑張ってる間に我々は引き抜いて頑張れ。46匹になった。たくさん増える。よし、終わった。あ、終わった。ナイス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 。なんか今回お花のピグミンじゃなくてもついてくるの早くなってる気がする。うわあ、広い。あ、いた、ブリドリー、ブリドリーいた。え、てか倒れてるよ。お腹空いてんじゃない、あれ。大丈夫か、ブリドリー。ブリドリー、ブリドリーやばいね。あ、動い、あ、起きた起きた。寝てただけ、よかった。寝てただけか。あ、怖かった。女の子だからな、大切に扱ってあげない、アルフが。っていうのも、もう言っちゃいけない世の中なのかな。ちょっと、生きづらい世の中かな。性別に、ねえ、今なんか生きづらいですよね。あ、あ、イチゴ、イチゴ、イチゴ運ぶよ。なんか、ピクミン2の時は3匹ぐらいで運んでた。ほら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 、記憶が正しいですね。ありがとう。この向こう行きたいけど、無理だね。突撃じゃ無理だ。もしかしたら、迂回しなきゃいけないのか。おいで。あ、な、ごめん。読めなかった。ごめん。ちょっと3匹あっち運んでる間に、洞窟行っちゃおう。
岩ピクミンじゃない？これ必要だもん。新しいピクミン必要なんじゃない？え、なに？敵だわ。あのクラゲさ、違うとこ向かない。あ、ピクミンがいなくなっちゃう。ピクミンで落とせ。よし、こいつは2でもね、似たようなやつがいた。出たー、岩ピクミン出たー、出たはじめましてだね。あ、何ですか、あれを壊したいのかなって言ってる。うわ、すごい。見て、自分らで倒す。すごい。あれ、これ岩ピクミンのオニオン？すごい。え？紫ピクミンと白ピクミンにはね、専用のオニオンがなかった。すごい。岩ピクミンのオニオンになってる。やった。やったやった。なんだ？あ、もしかしてイチゴ入れてくれた？あの3匹がイチゴ運んでくれたかも。おお！分析中。日だまりの実。そんな名前だった気がする。おお。1日分の食料？じゃない？種を持って帰るのね。いいね。これで1日分か。とりあえず明日はなんとかなりそう。臨時調達じゃない。地獄果実レポートってのがある。あ、そう、生物学者みたいなのが書いてあった。おお、増やそっか。岩ピクミン、岩ピクミンは硬いって書いてある。でもありだな、この岩ピクミン壊しといて。無駄だ、増やしとこう。すごい、岩ピクミン専用のさあるよ、あの増やすやつが。ほらほら、専用がある。うれうれ、それなんだ。生まれるピクミンの色は運んできたピクミンの多数決だから、運ぶ人が多い方がいいな。自分のオニオンに運ぶ習性があるから、これを全部岩ピクミンに運ばせる。はい、ナイス。あと1個くるかな。2個。すごい、なんかカラフルになった。あ、猫ちゃんのご飯が。もうそんな時間か。行くぞみんな。すごい、成立してくれてる。突撃してみるか。行け。あ、なるほどね。ほら見て、そのピクミンだけ突撃する。ほら、すごい、新しいピクミン3。ちょっとブリトニーさん突撃。うわー、尾崎豊。あ、赤じゃダメだ。割れた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 。尾崎豊だ。校舎の窓割った。いいよ。みんな知って。オッケー、紫の花が咲いた。尾崎豊、ナイス。壊してほしそう。めっちゃ壊してほしそう。すいません、何人だ。みんなですいな。オッケー。ブリトニー。ブリトニー。ブリトニー。わかった。わかった、わかった。いけ。早かった。女の子、こんな数のピクミンをね、連れてきたらびっくりするよね、ピクミン。ところで何なの、その生き物は。怖くないのかな、こんないっぱい。かわいいだって。なんだ、あ、レボンだ。
ちょっとレモンもね、運びたいですね。協力したあれを取りましょう。ブリトニーを投げる。はい。ピピクミはもう、君はさ、今助けてもらったばっかなのにさ。ね、もう、なじんでんのこの中に。めっちゃ運動家じゃん。めっちゃ外交的な人じゃん。こうやって、ブリトニーにして、で、このブリトニーからピクミを切る。あ、オッケーオッケー。ルイによくやってたやつだ。こんな感じだ。レーダー上で目的地に、印を合わせれば A で移動を開始。なるほど。入り道が分かるってこと。いいんじゃない。これは何これ。何かあるわけではない。今ピクミンの声したけど気のせいか。これは何もないか。ここにはあ、これはね、あ、間違えて、ピグミ投げようとしたらブリトリ投げちゃった。ちょっと操作がね、またね、変わってくるんですよ。はい、これ運んどいてね。2人で行ってもいいし。いってらっしゃい。ちょ、ブリトリ間違えて投げちゃうと怖いな。赤ピクミン。赤ピクミン。なんでこうやってパッパッパって出ちゃうんだ。こうやって選んでから、あれパッパッパって出ない。悔しい。悔しいけど。いや。よし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 、壊れちゃうな。はい。はい、これも壊して、いろいろ壊して。で、運んどいて。なんだ？水晶を壊せば攻撃の。あ、さっきの雲ね。あら？こっちでも水晶。あ！赤ピクミンお願いします。オゲイ。で、よし、みんな、運ぶんだ。すごい！こんな数で！すごい！働きマンですね、みんな。こっちにもあるぞ。こっちにもあるよ。オッケーオッケーオッケー。はい、行って。行って。オッケーオッケーオッケー。全部俺が回収しよう。赤ピクミンを落としたら、え、そうか。はい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 、オッケーオッケー。蜜も吸っといて。あれ、あの子たちあっち行っちゃうけど大丈夫？繋がってんのかな？あれ？あ、繋がってる！一周して帰ってきた！わーい！わーい！わーいわーいわーい！ただいま。一部部隊も帰ってきた。ナイス。あ、ここも壊せますって。はい、いいです。ちょっと岩ピクミンをさ引き抜いてきた。どうしようかな。オニオンが違うとこにあるんだよな。あー、間違えて突撃にしちゃった。突撃をやめることはできないのか。危ない危ない。あ、なんだなんだなんだ、今度なんだ。レーダーに反応がある。どうすくそう、ふう。あ、キャプテン？キャプテンに近いかも。どうすくち？よし。で、あいついるな、赤ピクミンの。赤ピクミンの相手がいる。あいつはね、赤ピクミンです。ナイス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 。運べ、運べ。今度は何？あ、水の奥にある。向こう岸だから、
ブリトニーさんがいればできるって書いてあるぞ。ブリトニーをこっちに投げるのか。ブリトニー、危ねえ、ピクミンだったら落ちて死んでいた。ちょっと前か。ブリトニーで、ピクミン投げる。あ、100匹超えたら、種は上になりますと教えてくれました。やっぱそうだよね、溺れちゃうよね。ピクミン、ピクミンが溺れちゃう、ピクミン溺れちゃう。こっち来て、危ない。奥に投げないと、奥投げないと。で、ここはもう必要ないか。この間にブリトニー・スピアーズに変えとこう。お願い。オッケー、壊しといて。いいね、こっち作ってくれてるから。その間に戻るか、引き抜いとくか、100匹にしとくか。なんとちょっとね、アルフ行きたいとこあって、紫ピクミン、あ、違う、岩ピクミンか、岩ピクミンちょっと増やしにさ行ってるからさ。あごめんごめん、ちょっと待っててもらってね。君も君ら待っててもらっていい？ちょっとこっちだっけ？あれ合ってる？合ってるかな？合ってるね。そこに多分。ごめん、ちょっと遠くなっちゃうな、岩ピクミンのお家が。いるか？いた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 。君たち君たち。君たちを回収したい。よし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 。で、連れて行こうか、せっかくだから。ブリトニーの方はできてるかな。多分橋がね、この間にできてると思うから、ちょっとこの子たち連れて橋のとこ戻りましょう。遠いね。ちょっと遠い。待ってるかな？おとなしい？おとなしく待ってる？あ、オッケー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 。えらいえらいえらい。えらいえらいえらい。80匹、80匹。で、あれ？橋まだじゃない？あれ？こっち？この先が電波の発信源。あれ？でも橋のさ、分だな。ここにある。あ、待って。ってことは岩ピクミンを投げなきゃいけない。いた。岩ピクミン投げた。で、切り替え。難しいな、操作が。わかんないな。全部壊すという。頼みます、頼みます、全て頼みます、お願いします。よし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 、いい感じ感じ。少しちょう、あれ止まってる。少しちょうない。お願いします。オッケー。この上はいけません。だから橋が多分つながると思うから。置いといて。ちょっと操作が難しいな、まだ。よし、全員集合。70匹、オッケーオッケーオッケー。90。100匹ちゃんといるかな。95、99。あれ？ 1 匹いないぞ。じゃあ1匹どっか行ったぞ。俺のビクミン。え？ちょっと怖いんだけど。一匹いないんだけど。怖いんだけど。マジで怖いんだけど。帰りまでに絶対回収しよう。マップ見たらいるかな？マップ。
いないな。ピクミン？これかな、ピクミンのこれ。赤いの。これかな？これっぽくない？怖いな。怖いの、どこにいるか。あと、このステージ広い。結構広い。あ、なにこれ。この惑星にやってきて何日経ったのだろう。ホコタテ星の家族は元気にしているのだろうか。今度こそは、息子にお土産を渡せるようにお宝をこっそりポケットに隠しておく。これって、あれ？俺これ見たぞ、前に。オリマーや！作成者オリマーや！ホコタテ星のオリマーや！え、てか、星の名前が違うな。ホコタテ。あ、コッパイ星の近所なんだ。へぇー。そうなんだ。このオリマーって人よっぽど暇なのねって言われて。違う、公開密使だから。え、てか、このステージに来たってこと？オリマーは。そうなるよな。なんか似たような公開密使見たことあるもんね。あ。チュール。何？待って、ボスもしかして。うわぁ！ギジギジや。俺足いっぱいあるし、こっち嫌いなんだよ。いや、ピクミンがやらないで倒せると思えないんだよ。あーし、ぐちゃぐちゃしてる。あーどうしよう。あーどうしよう。あーどうしよう、これ。どうすれば食べられない、これ。君じゃない、投げるのは。ピクミンが死ぬ。やっぱ、このピクミンを投げんのかな。あ、壊れてる、壊れてる。やべ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 、ピクミン待って。ちょっとこいじめないで。ここはやめて。止まった時に、止まった時にこう。ただ相手が動いてるから、しっかり持てないな。うおー、お、もうすぐ日没ね。お、戦ってる時そんなこと言うな。何？オニオンのこの近くにいる時とか、でも一匹どっかにいるんだよ。やばい、後で。んでも、でもまずはこのムカデ人間を。嘘だろ、ピクミンを隊列に入れないと死んでしまいます。やばい、一匹、どうしよう。なんで戦ってる最中にこれ来んのねえ。ちょっと待って、翌日にする、翌日にする。これ一旦一匹どっかにいるで。ちょっと待って、ちょっと一回帰ろっか。翌日にしよう。一匹捕まえろが大事。ちょっと、戻せ。みんな戻ろう。やばい。いや、悔しいな。本当に悔しいな。あれ倒したかったな。ちょっとチャーリーには少し待っててもらって。ブリトニーとアルフはしっかりお家に帰ろう。で、ピクミンの場所を、見とかなきゃ。いた。やべ。君たちは、ここで待ってて。君たちここで待ってて。多分こっちに赤ピクミンがいる。どこだ？いた！よかった！一匹連れ戻せた、よかった。本当によかった。したら、今日の探索を終えて、ちょっとムカデは明日だな。ごめんね、チャーリー。容量が悪かったですね。チャーリーを切り戻した俺は、あいつを、どうしても、ね。とりあえずピクミンの数は100匹以上超えたのだけど、今早く報告が見たいです。あとレモンも入れたよね。いちごとレモン入れたよね。余裕あるね。あ、合体した。なんだそれ。え、合体するんだ。見て、赤と岩になって、え、かわいい、手つないでる。かわいい。いいね、いいね。なんか2個分ぐらいありそうじゃない？でかいから。
おー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 、混ざった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 、午後になった。おお、1日分使いました。管理してくれんだブリトニーは。まだピグミン1匹も死んでないぞ。これ100匹超えた、出た。チャーリーこのままいない方がいいって思ってきたんだけど、あいつご飯なんかめっちゃ食いそうじゃない。薄暗い動物の中で巨大生物に遭遇した。表面が硬い水晶で割れてるためか赤ピクミンの呼吸が全く効かない。それにしてもあの巨大生物から発信される謎の電波は一体何だろう。その謎を解明するにはやはりあいつを倒さなきゃならないかもしれない。もしかしたらチャーリーが捕まってる可能性がある。昨日倒せたかもな、もっと時間かければいけた気がするな。なんかいけた気がすんな。2日目でもいきなり行こうが、ギジギジ君のところ行こう。猫ちゃんがどうした。鎧ひもムカデを倒せ。よしよし、全員連れてこよう。全部連れてこよう。合計100匹全部、全員参加のバトル。ただ。ただ。ただ、こうやってピクミンを増やせるときは増やしていこう。こっちかな、確か。あー、外した。ギジギジ君出てくんのかな、このステージに。よし、全員が花になりました。連れてこっか。じゃあ今回なんか卵めちゃくちゃ落ちてるね。楽だわ、卵あると楽だわ、お花にできるし。いやー、行くか。98匹入れなら十分なの。鎧ひもムカデだっけ。ちょっと行ってきます。いた、あれなんか、あれあれなんか鎧のさ、逆側なくね。あ、大丈夫、ちょっとなんかダメージ食らってね、昨日のままだから。ほら、ダメージちょっと食らってない。大丈夫大丈夫、いけ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 、ピクミン大丈夫か、大丈夫か今の。危なかったな。ちょっと壊してから、あ、なんだこれ、中身は柔らかい。壊してから中身を赤ピクミンに戻した。紫ピクミンと突撃をしてみようかな。それナイスナイスナイス。ただ踏みつぶされるから気をつけなさい。赤ピクミン噛みつけ、食われるぞ食われるぞ、やばいやばい。いや、まだもう、もうちょい。ダメージやばいか、ダメージやばいか。もうちょい壊すのもありだな、あいつに。あの、鱗粉も当たらないようにしなきゃね。これ、壊そう。なんか、腹立つから壊そう。やばい、君。大丈夫か？みんな。集合、集合、集合。あ、ブリトニー投げちゃった。ブリトニー投げちゃった、俺。ブリトニー。いきそうだな。いけ、もう、ブリトニーを、つける。体に、ブリトニーを投げつける。あ、大丈夫、落とされちゃった。よいしょ、98匹よ。どこへ行ったんだ、だって。確かに、どこへ行ったんだ。上だ。来るぞ。来るぞ。牙がもうない。やつの牙がもうない。いけそういけそう。あとちょっとあとちょっと。ゴルスか。止まれ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 。何止まらないのと。もう体力ちょっとで相手。
あれピクミンちょっと数匹いなくね。あ、大丈夫だ、倒したけど今気持ち悪いです。ああ、電話みたいの出てきた。電話の通信機、気持ち悪い。キャプテンのやつだった。キャプテンいないじゃん。あらららら、あらら、これ紫ピクミン、紫じゃないか、今ピクミンでもらいたい。で電話も持ってもらって、これも持ってっちゃっていいよ。ザクロ電話も持って、 OKOKOK、 これでこの人数で時間をかけて、頑張れブリブリトニーさん。もういないですか、ここにピクミンは。いた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 、時々なんか放置されたピクミン。え、ちょっと待って、まだあっちにいない。難しい、視点が変えられない。ちょっと待ってね、ここに、このなんかさ、あのステージとステージの合間に行かれるのが一番嫌だ。オッケー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 よ、オッケーよ、オッケーよ。すごーい、アリみたいに頑張って運んでる。オッケー、無事に倒すことはできたけど、一応ピクミンはみんなやられなかったけど、ちょっと心配な子いるからな。あーっと、なんだ、え、あー、こんなとこあったっけ。え、岩ピクミン踏まれても潰れないらしい。あ、赤ピクミン。この子の倒し方を知っている。この子の倒し方を知っている。これ、しっかり呼ばないと、あれ、で、貼り付ける。しっかり呼ぶ。危ない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 。ロックはあんましない方がいいんだ。いいです、あの子の倒し方したな。あ、回収中、いいぞ。あ、ドレイク号から回収した物体を分析します。イニシエのタケシス。チャリー大丈夫かな。これでピクミン集合、来るよ。あ、あの A もいるね、懐かしいな。受けて、ここで投げる。やばい、みんな戻れ、集合。で、なんかでも倒しやすくなってる気がする、気持ち的に。倒せ倒せ、 OK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 。さんを置いといて、ちょっと戻ろう。うわ、増えてるすごいいっぱいいる。まだ行ってないとここっちだと思うから連れていく。はい、うわ、この先なんかありそう。ちょっと待ってね、完璧なだよね、なんか懐かしい、この子いたな。ブリドニー、あー、こっち行っちゃったね。水辺はさすがに青ピクミンでしょ。チーフ、何かいそうだ、怖いな。何これ、何これ、何これ。僕だけじゃ登れない、あの頭使えってことだ。まずブリドニーを、まずブリトニーを少し置いとこう。で、重みで、ブリトニーは重いな。ブリトニー重いな。で、
よし、投げて。クミ、あっちにやっときます。こっち呼びます。あー。俺も乗りたいな、ここ。え、ブリトニー自分で上に行けないのか、これ。あ、違う。ちょっと待ってね。こっちにさ、なんかキウイみたいなの上にあるわ。これ取るのか。キウイみたいなの取りたいかな。このピクミンを。うおぉ。紫ピクミンなら100匹分だったんだけど。こうかな。これ3人いたら、いけたな。まあ、こうだろうな。はい、オッケー、ありがとう。協力感謝します。そしたら、右にしか行けないか、これ。電気があって行けない?電気当たると死んじゃうから、一回戻りましょうか、そしたら。とりあえず今日のね、野菜は、果物は、手に入れられた。オッケーオッケー。いや、本当にオッケー。あと水辺だから、いいや。あと行けてない場所多分ね、ここか?ここだけか?ここ行ったとこだ。ごめん。ここ行ったとこで。これ水辺?あれ?あれ?俺どこ行ったっけ?わかんなくなっちゃった。でも今日もまず終わったんじゃない?やること。やること終わったんじゃないか。だってここ行ったとこですもんね。でっかくできた。で、これ紫ピクミンじゃなくて、岩ピクミンがいたとこでしょ?ここ。で、こっちは、キーピクミンがいないといけないとこが3つあって、ここもキーピクミンがいないといけなかったですね。チャーリーがいないといけなくて、ここも水がいないといけない。無理だよ、もう。無理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 。無理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 。やることねえやん。今日。やることないから帰ろう。今日の探索は、やっぱ OED よね。OED よ。多分大丈夫だと思うけどな。どうだろう。で、ピクミン3も面白いですね。あと、操作がまだ慣れてないから。整列?隊列?作るときも多分今までより工程が少し多くなってて。うん。赤ピクミンと岩ピクミンを交互に何回か置かないといけない。全員一気に整列させることできないから。ちょっと大変だ。あ、なんかザクロみたいな。これも多そうだね。まず1個。まだありそう。あー、いいね、いいね、いいね。2個。まだあるんじゃね?あ、まだ残ってる、すごい!さすが !3 個。いいよ。何これ?カボス。カボスだ。カボス1個分にはなるだろう。わーい。あー、いいね。1個半だ。色とりどりの食料が出た。飲んでくれ。1日分だけだぞ。よし。あと7日間は生存ができるの確定した。この通信機結局どうすればいいんだろう。探索3日目、私たちは巨大生物が飲み込んでいた通信端末を回収することに成功した。アルフ君が言うには、あの端末はドレイク号の通信エリアを広げるパーツが使われているらしい。彼は宇宙船の改造で手が離せないので、今日は私が書いてみたけど、これを続けているアルフ君って随分と飲めるのに。なんかさっき暇人って言われてたよな、ブリトニー。ブリトニー多分文章能力がないんだから。でもその代わり、ご飯とか管理してくれるから、まあ、適材適所ってことでみんな、いろんな仕事がね、その人に合った仕事をしてくれてんだろうね。いいね。オリマーは全部一人でやってたけどね。キャプテンオリマーはね。偉大なるオリマーだよ。あ、探索4日目。
終わるタイミングがね、これ。うわ。うわ。チャーリーのどこ行く？迷いの雪原、あ、チャーリーだ、絶対。ちょっと待ってくれー。あ、ほんとだ、ジュシーヒルは拾った。チャーリーいる。キャプテンいる。オッケーオッケー。ここまで来れました。そしたら、本日は、この辺にして、終わりたいと思います。これ多分セーブできたよね、多分ね。はい。多分大丈夫です。自動セーブだと思います。ということで、今回ピクミン3、以上。